こんにちは、江バツタです。今回は自分を信じることで心が楽になるというテーマでお話ししていきたいと思います。未来に対しての不安をなくすためには自分に対しての信頼を高める必要があります。自分に対しての信頼とはこの先どんな問題が起きても自分のことだから何とかすることができるだろう。 この先、どんな状況に置かれても、自分のことだから、人生を楽しむことができるだろう、という感覚です。そのような自信をつけるためには、問題が発生するたびに、自分で考え、自分で行動を起こすことで、問題を解決する、という体験を積み重ねる必要があります。問題が発生したとき、他人に解決してもらうことばかりを考えていたら、いつまでたっても、自分の力を、 試すすことができなくなくります自分の問題を他人に解決してもらうことで、その人に対して依存するようになります。問題が発生するたびに、あの人に解決してもらおうと期待するようになります。そして、相手が自分に協力してくれないと、あの人に裏切られた、同騒ぎするようになるのです。問題が発生したら、まずは、私はこの問題を解決できる。 と自分を信じてあげることが大切です。そして自分にできることをコツコツと積み重ねて問題を解決することで自分に自信をつけることができます。問題が発生したとき、私にはこの問題を解決することができると思うことで自分に対しての信頼感を高めることができます。一方、他人に解決してもらおうと思うことで相手に対して依存するようになります。 そして、相手が自分の期待に応えてくれないと、相手を恨むようになるのです。自分がやりたいと思ったことを自分にやらせてあげることで、自分の心を満たすことができます。そして、自分で自分の心を満たすという体験を積み重ねることで、私は自分の力で自分を幸せにできるんだという自信を感じられるようになります。 逆に、他人に自分の心を満たしてもらおうと求めることで、自分で自分の心を満たす能力を伸ばすことができなくなります。他人に自分を喜ばせてもらう。他人に自分を楽しませてもらう。という体験を積み重ねることで、他人に依存するようになります。他人に自分の心を満たしてほしいと思えば思うほど、自分で自分の心を満たすことができる。 ということを忘れてしまいます。そして、あの人なら私を褒めてくれるかもしれない。あの人なら私を喜ばせてくれるかもしれない。という期待が裏切られることで、あなたは本当に冷たい人ね。あなたは人間としてどうかしているよ。と相手に怒りをぶつけるようになるのです。自分を信じて行動を起こすことで、 自分に対しての信頼感を高めることができます。問題を解決するため、自分の心を満たすために、自分の力を頼りにすることで、自分に自信をつけることができます。逆に、他人の力を信用することで、自分に対しての信頼感を高めることができなくなります。私は問題を解決することができる。私は自分を幸せにすることができる。という自信がなければ、 他人に依存するようになります。そして、私の問題を何とかしてください。私を幸せにしてください。としがみつき、相手が自分の期待通りにしてくれないと、私がこんなに困っているのに、あなたは何もしてくれない。と相手を攻撃するようになるのです。大切なのは他人ではなく自分を信じてあげることです。自分の力を信じて行動を起こせば、あなたは 自分を成長させることができます。他人を信じて裏切られることがあれば、恨みや憎しみが生まれます。しかし、自分を信じてうまくいかないときは、次はどうすればうまくいくだろうかと考えることで、自分を向上させることができます。そして、失敗しても自分を信じ続けるということを実践することで、さらに自分を信じる能力を高めることができます。 あなたにはどんな時でも自分を信じてあげてほしいと思います。何があっても自分で何とかできるという感覚を身につけることで未来に対しての不安をなくしていきましょう。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。